はい、皆さんこんにちは。今日はですね、マイクロソフトの、ドリームスパークという、学生用のですね、まあ、無料でダウンロードできる、こういう開発系のソフトがね、無料でダウンロードできるという学生だけの特典のね、サービスですね。はい。まあ、エクスプレッションスタジオっていうんですか、このウェブ制作の、まあ、これぐらいはね、手に入れたいですね。まあ、対象となる学生がですね、大学生、大学院生、専門学校生、高等専門学校の4、5年生となんですね。ですが、まあ、高校生版があるんですね。全国高等学校、中等教育学校の後期課程、高等学校の1、3年、これですね。これに、申し込みたいと思います。はい。マイクロソフトドリームスパーク。はい。ドリームスパークの生徒版学生ですね。はい。これじゃね、これじゃね。申し込みです。はい。では、ここに名前を書いていきます。はい、送信したらこういう結果になりました。ではね、ちょっとメールの方を見てみたいと思います。はい。はい、このようなメールが来ました。ですね、これを、まあ、後日メールが届くわけですね。アクセスコードの職にはお客様が高等学校に所属していることを証明する書類、米1証明書類とお客様が高等学校を発行しているお客様氏名及び高等学校名が確認できる書類ですね。なるほど。生徒証とかですかね。なるほど。というわけで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。